かの週現内ね久志様と学歴ってことで気になってましたねはいはい9月7日から、まあ、2日間ね久志様が通う筑波大蔵高校で文化祭があったわけですねまあ高校生として最後の夏の楽しい思い出作りですねそうですね、まあ、久志さんのクラスに関してはねピザの屋台ってことで石川までねピザを焼くってことで結構まあ本格的な内容でね、うん、まあ久志さんは主にこの裏方としてピザ作りを担当したよですね裏方っていうのはピザ生地に具材をのせたりする役割とかなんですかね まあ作る方ですね。を作ってたんですね。だから、まあその作る方と店で売る方とあるんでしょうね。ああ、なるほどね。で、まあその手の空いた時間は友達とね。一緒に。まあ、他のクラスの役所があったりとかに2階に並ぶなど、うんまあ育ち盛りらしいね。一面またやですね。ええー、まあ、よほど美味しかったんか。まあ、育ち盛りの食欲旺盛でよく食べるのかって感じですね。 まあこれがちょっとね、まあ、変な感じもしますけどね、うん、なかなかまあ焼きそば屋台に並ぶのはいいんだけどもお腹が空いてたらね普通にまあ2つ注文しますからねあまとめてねまあそれから1回食べてから、まあ、足りないなって感じで2回並んだんですかねああそういうことまあこれもなんか友達もねいたはずですけども、うん、まあ友達も一緒に並んだんですかねはいはいはいまあでもちょっと足りなかったとこあったらね、まあ、どうせなら他のものを食べればいいのにね他も売ってるんでしょうしまあそうですねうん まあどうかっていうのもあるし、うん、なんかまあ他の記事ではね他かのクラスの人の分までピザを並んでね買ってあげたみたいな感じでそういった記事もありましたけどもはいだからまあそれも結局まあ2回並んでますからねほんまですねなんかまあ2人分買うって感じで1人ね持って行ってからもう1回も並んだって感じでねうんなんかそれも並び直しもよくわからないしね友達のためにね動く優しい一面みたいな感じで書いてるんでしょうけどまあ1回で済ませれば楽やのにね まあそうですね。うん、なんかまあパシリっぽい感じがしましたけどね。ああそういうこと。うん、<laughs> 買いに行かされてるっていう。なんかそんなイメージですけどね。はいはいはい。うん、まあしかも自分の分じゃなくてね、まあ、他のクラスの生徒の分を購入って感じで。うん。まあ役者場に関してはね、まあ自分の分だったんでしょうけども、まあ、この辺はどうなんですかね。はいはい。 2>, まあ2回並んでるからね、うん、ああ確かにねまあ一応まあ美味しいか分かんないから一回食べてみてね美味しかったからもう一回並んだ可能性もありますけどねええーまあ、自分で食べてみて焼きそばの味が気に入ったから、まあ、2回目これ友達にあげれるわっていうので行ったってことですかいや友達ってまあ自分でもう一回食べたんでしょうねあ<ー>あ自分でも、ね、うんまあ、美味しかったからもう一回食べようって感じで並んだかわ、ね、ああはいはい、はい、そういうことね、うん、ただまあ普通はね焼きそばはまあ食べたから次に何しようかって感じで別のものに、ね、食べそうですけどね、うん、お祭りみたいな雰囲気だったらいろいろ食べたくもなりますしねそう ちなみにアクション5祭はね文化祭の初日に来たってことで<う>ただまあこの紀子様に関してはなんか表情が険しかったですね楽しい文化祭に来てるのになんか心配事でもあったんですかね、うん、なんか一応まあ別の記事ではねアクション5祭が久々のクラスの屋台に来た時はシフトが違う時間帯でいなかったみたいな感じで書いてましたけども、うん、まあこの紀子様を目撃したね保護者によると。 久仁さま気遣って少し離れたところから屋台を道たみたいですね。あ、まあ、自分が行ったら、他の生徒からの視線もあって。まあ、嫌がるかもとか、まあ、悠仁さまはあまり目立たせないように気遣ってたみたいなことなんですかね。まあ、それがね、分かんないですけども。うん、ただ、まあ、このしばらくしてから、久仁さまは見守った後に、歩き出した時に。紀子様の様子が一変ということで。だ<う>から、まあ、ものすごい早足でね。まあ、前提から校門の方に。歩いてようですね。なんか、急に焦るようなことがあったんですかね。 まあこれ多分ね、まが足早いからね、うん、足早いというか、まあ、早くね動くから、まあ、それで追いつくために早く動いたんでしょうけどもあそういうことでまあその貴子様まはクシさんはね耳元で何かまあ小声でまあしっかりに話しかけたってことで、はい、でまあそのお顔には眉間に深いしわが寄っていて、うん、かなり深刻な表情だっ思いまですね眉間にしわが寄るほど深刻なことが久、まあ、さを見てたら起きたってことなんですかね うんまあ、それがしかも文化祭やからね、うん、あんまり文化祭とかそんな深刻な表情でね話しませんけどもまあまあ楽しそうな雰囲気ですからね普通はそうですねしかもまあそれ聞いてたねクシャ様に関してはほとんど反応を示さずに <laughs> 無表情だったのも印象的みたいですねえー、久子様の普段の無表情はお父さん譲りってことなんですかねどうしたらまあどうなんでしょうね <laughs> でまあこのピザをねパシリで管理化されている場面とかを 見てたのかわかんないですけども、まあ息子がいじめられてるんじゃないかみたいな場面だったんですかね。まあそういうかわからないですね。うん<ー>、青木さんはね、まあ、そのよくあることやろうみたいな感じで思ってたのか、<laughs> 男やったらあるわみたいな。<laughs> うん、まあ、この紀子さんの場合に関しては、悩みの種が。まあ、久志の進路と見てね、間違いないだろうと思いますね。うん、まあ、紀子様も相当気は揉んでるでしょうね。そうですね。紀子様の、ね、誕生日とかでも、久志様について、すごいまあ、長い文章が。 つられてましたからね。ああ、本当ですよね。久様の誕生日文章の短さとは対照的でしたね。まあ、そうそうね。うん。まあ、このネット上でのね、憶測について。心穏やかに過ごすことが難しくね。思い悩むことがありますと、つられたわけですね。はいはい。わざわざあんなところに書くってことは、まあ、ネット記事とかアンチの声を相当気にしてるんですね。うん、まあ、しかも、なんかね、差し前添えてましたけどね。ああ、そうでしたかね。そうですね。<laughs> 高山家かなんかで、まあ、久様のね。まあ、おしるしですね。ああ、なるほどね。 でまあ結さまに関しては、心痛を発表することで、事態の沈静化を図ったんでしょうけども、むしろね、逆をってます、ねまあみんなが心配してってことなんでしょうけど、まあ心痛発表したことで、余計にみんなが注目してしまったかもしれないですねそうですね、うんまあ、久しさまのこの東大進学説に関しては、ますます加熱してきて、久しさまの進路がね、まあ、この時期になってまだね、明らかにされてないわけですねあ,ー、まあこんだけ報道が多いのにね、まだはっきりしてないってのも不思議ですけどね。 まあこれまあかなり、ね、異常事態で皇族、まあの警備の問題とかもあるんで本来だったら、ね、<ー> 1>, 1年ぐらい前から警備の準備とかそれで段取りがあるわけです,ねまですよね皇族、まあ、ともなると何か起こってからじゃ、ねねまあ、普通にこの東大進学をしないだったら明確に否定すればいいんだけどいまだに、ね、それをせずに、まあ、進通を発表するということでかた <laughs> くなにこの否定しない態度にもはや、ね、東大進学は規定路線ということで宮内記者は見てみたいですねまあまあ向こうう側ととしてて決まってるとそうですね。 まあそれまあ裏付けるように学校推薦型選抜の募集要項では東京大学農学部だけ久しさまへの忖度としか思えない文言があったわけですね。あ久しさまはこの自然史を学べる大学を希望してるからね、まあ、東大農学部に進学かってことでまあ言われてたわけですけども、うん、それでね東大農学部に関しては実績証明する資料の例として国際会議への参加等の活動を 証明する資料ってあるわけですね。ああ、まあ、国際会議を参加条件にしているというのは、まあ、普通はちょっとハードル高いことこですね。そうですね。まあ、他の学部ではね、まあ、うん、トーフルとかそういった語学力の証明書とか留学経験とか上げてる学部はありましたけども、はいはい、国際会議への出席に関しては農学部だけですね。えー、まあ、他の学部と違うアプローチでの推薦なんですね、ここだけ。そうですね。数、うん、学オリンピックとかね。 まあこの音楽の国際コンクールとか、そういったのに出席した経験がある人はいるかも分からないけども、も、はい、国際会議になるとね、まあ、日し,しかいないなわけです、ね、あ、まあ、国際会議に出席している高校生なんてそうそういないから、まあ、かなり限定的な条件ってことですね。まうそというかね、まあ、この国際的なコンクールとかいるかも分からないけども、も、うん、国際会議だからね。まずいないみたいな。うん、まずいないですね。だからそもそもこの東大出身のね社会学者で、武蔵大学の仙台育さんも。 まあこの推薦要項に国際会議への出席が入っているというのはま聞いたことがないということで<ー>そもそもね東大の中にも国際会議に出席したことがない教授がたくさんいるわけですねああそういういことですね東大はもう特別扱いに見えないように久々に気をっているんでしょうけど皮肉にもそれが逆に目立ってしまっている感じになってますねうつまりこの東大の教授よりも、ね、実績ある人を推薦要項に求めているわけですね <laughs> なるほどね。 だからまあその明らかに久しさまのためだけに作られたんだろうということで、うん、ただまあ久しさまが入学するメリットはあまりないわけですねはいはいまあ久しさまと東大お互いにメリットないかもですけどねこれはまあそうですねと、うんぼ専門の教授もいないしね当然、まあ、裏口に入学かって感じで言われちゃうし、はい、あ炎上するからねメリットないんだけども、うん、逆に言うとまあこの久しさまを不合格にすることによって東大にとってはね まあ不利益しかないわけですねお特別扱いで入れるのもダメやし不合格で落とすのもダメやしどっちにしても東大は頭抱えちゃうっていう感じですかねそうですねそれでも久しぶりが入学したら世間から県についてね追及されますけども、はい、一番きちんとね推薦入試を突破したっていう説明はできるわけですねうんまあその説明で納得するかどうかってところは難しいですけど説明できるだけじゃ国民の反発って結構収まらないんじゃないかなと思いますけどねそうですね不合合格ににしした場合に関しては まあさらに、まあ、厳しい説明要求にさらされてしまうわけですね。うん、だから、まあ、この宮内庁サイドから打診があったんだとしたら、東大としては、その時点で頭の痛い話なわけですね。はいはいはい、まあ、東大も気の毒な立場にありますね。そうですね。<laughs> まちなみに、この週刊現内とかでもね。まあ、東大に、まあ、農学のみが国際会議の出席と明記した理由について、まあ、聞いたですけども。はいはい、まあ、この返答なかった,みたいですね。ああ、まあ、言い訳するのもちょっと無理あるし、沈黙するのが一番ってことなんですかね。あ、そうですね。うん まあこの東大進学に関しては紀子様の意思とされていましたけども、はい、なぜ、ね、紀子様はそれほどまでに東大に、ね、こだわるんかですねはいはいまあこのことについてもアクシャン皇太をねよく知る学習院関係者の話として出発点はアクシャン皇太の大のね学習院嫌いにあるんちゃうか,とかです、ね、学習院ってね皇族の学校って感じですけども嫌いなんですねアクシンのはそうですね、うん、アクシャンさんはね、まあ、この学習院の幼稚園から大学まで通ってましたけども、はい、まあ制約の多い皇族の暮らしが昔からね嫌いだたわけますね まあ自由がなかなかないからストレスたまるとだからこそまあそこのね、まあ、特徴ともいえる素材だった学習も嫌いだったんだろうということで、うん、まあその証拠にまあアキシさんはねこの在学中に友達を作ろうとしなかったですねへえ友達ができなかったんじゃなくてあえて作らなかったとまあその辺はね複雑ですからね <laughs> まあ分かんないですね <laughs> でまあこの卒業後に関しても学習に関係の差しとかに寄稿したことはほとんどねないわけですねうん明らかに避けてると そうで,す、ね、でまあこの同窓会への参加に関しても断ってるわけですね同窓会にも出ないってことは、まあ、学習院時代の思い出ってほんまにあんまりいいものがなくてよっぽど嫌いやったんですねそうですねでまあ結構さまに関してもね、まあ、中等科から大学までが学習にで大学時代に学内の書店で1年3倍だった芦屋さんと、ね、出会ったわけですね書店で出会ったってドラマとかでよくある本を取ろうとして手が触れてしまってこれは運命みたいなそんな出会い方なんですかね まあどうなんでしょう、ね、そういう設定なんでしょうけどね。ああ、そういうことですね、うん。そうですね、まあ、この紀子様の父親はね、まあ、この学習院大学の教授でしたけども、うん、まあこの職員用住宅の 3DK のね、アパートにまあ暮らしてたわけですね。ははい、はいで、まあ、学習院は上流階級ばかりで、紀子様は引け目を感じていたんじゃないかとですね。まあ紀子様まも居心地の悪さを感じてたと。まあこの学習院ね、馴染めないからこそ、2人はね、惹かれ合ったんちゃうかとですね。うんまあ、お互いに共通する部分があったから、その時は強い絆で結ばれたんですかね。 そうですね真木さん様もね、周棋に紀子さまあキコ様のことを自慢したいですね。当時は自慢の彼女やったと。そうですね、まあ、2人ともこの学書院が、まあ、好きじゃなかったんで、真木、うん、さんと佳子様に関しても、相性にね、入れたんちゃうかと、久しさまに関しては、間違いなく学書院はないわけですね。うんまあ、両親2人とも学書院にいいイメージがないなら、子供たちはそこに入れたくないという気持ちが強いでしょうね。 そうですね、うん、お茶の水からね作ふときてからやはりね、まあ、東京大学が、まあ、有力ということで言われてますけどもはい、はい、これもね紀子様の父親も東大出身で誇りにねお持ちたし雅、うん、子様と比較され続けていていうことですけども、うん、まあこの雅子様に関してはね東大は滑り止めなんですけどね滑り止めで東大ってすごいですねほんとまあそうですね、うん、まあこの編入で滑り止めって感じで、ね、あまあすごいですけども、まあ、この周囲とね比較されるのが嫌な紀子様ですけども、はい ただまあ周囲の目をね誰よりも気にする菊子様ということで <laughs> やはりまあ久しさまを東大に入れたいんでしょうけどね <laughs> はいはい、まあ、周囲の目って言ってもね皇族にとっては避けられないものなんでしょうけど、まあ、その周りの目が理由で東大を目指すっていうのはちょっと切ない気もしますけどねそうですね、うん、まあこの東大農学部はね、まあ、推薦要項として国際会議の出席を、まあ、この推薦要項として挙げてね久はい、はい、しさまがまあそれをクリアしている以上は、まあ、受験してから不合格にすることはまずね ありえないわけですね、うん。まあ他の学生には到底クリアできない条件だからね。まあ特別感が強いですしね。そうですね。うん。当然推薦に関してはね、まあ何点以上とかそういうのないんで、はい、まあ零点でもいけるわけですね。点数関係ないとシャスマは。まあ推薦でいけばということですね。あ、シャスもじゃなくても。うん、一般入試とかっては関係あるけども。はいはい、はいうん。まあ推薦で行ったら、まあみんな何点以上とかそういうのはないわけですね。なるほどね。まあこの国際会議への参加の実績をクリアしているのは。 まあ、しだけだからって感じで、うん、まあ言えますからね、まあ、だから合格して当選でしょうぐらいな感じなんですかね。うんそれまあテストの点数は非公開ですからね、うんまあ、そういうのも言えるだろうしね条件もクリアしてるしみたいなそうですね一応、うん、まあここで、まあ、野間さんのこともね書いてましたけども金城、はいまあ、陛下と54年来の合格友で学習時代の天皇陛下をねよく知ってるわけですねはい、はい、まあ陛下と長い付き合いがあるからいろんなことを知ってるんでしょうね。そうでですね、まあ、天皇陛下は、まあ、非常に、まあ、記憶力がいい方で 中学高校と成代わりにね大学受験してたら大体の大学にはあ合格落ちてたかなと思いますねあ。だから大学は一般受験で受けても行きたいところを選び放題やったぐらいな感じなんですかね。そうで,す、ねうん、でまあこの陛下はね、まあ、特別扱いが何よりも嫌いで、まあ、給食当番とか日直当番とかもね 旧、まあ、たちと同じように担当されて、<ー>まあこの個性的な先生の話とかで、ゲらゲラにね、話し合いたりとかもしようですね。うんまあ、特別扱いが嫌いっていうのはね、なんか人間味もあるし、天皇陛下が友達とゲらゲら笑う姿とか、想像するとちょっと穏ほほやましいですけどね。まあでも、常にね、国民に目を、ね、向けられていて、国民から敬愛されて、天皇はそれに応えるという関係がないと、天皇制は維持できないということで、それを背負うってね、まあ、すごいプレッシャーでしょうからね。 だから、まあ、そのためのね、帝王教育も目的とわけですけども。はい。だから、まあ、この政治的なね、動きとかは一切せずに。学習大学まで進まれたわけですね。うん。逆に、久様に関しては、このがね、どうかってことで。ああ<ー>。まあ、久敬愛する国民がどれだけいるかですね。本望ですね。まあ、久様同じようにね、帝王教育受けてる感じもしないですからね。そうですね。まあ、進学先はね、どこになるかわかんないけども。 紀子さ様も、ね、ネット記事をね気にしてるくらい見てるわけですから久あさの東大進学反対署名とかねなんかそういう進学に関してこれだけ言われてたら東大から方向転換に踏み切った方がいいのにね本来ならまあ東大だとねますますまあバッシングは加熱するってことですけども、ね、特別扱いをね何よりも嫌った陛下の生き方を忘れてはいけないってことでうんまあ今そもそもねバッシングが起きてる原因っていうのが、まあ、これまでの進学が明らかに。 特別制度を利用しての進学だったわけですからねはいはい一般の人にはねこの特別制度があるってのもどうしても納得しづらい部分やからバッシングもね止まらないでしょうね幼稚園もね特別入園制度でまあ高校に関しても低傾向進学制度で、うん、これも久しぶのためにできたとね言われてますからねはいはいそうですねだからまあバッシングでもねなんでもなくて事実に対して批判が起きてるわけですねうんだからまあ事実に対する指摘とか批判やったらまあただのバッシングとはまた違うんですけどね本来そうですねうん で、まあ結さまはこれがね憶測、まあ、でバッシングされていると言いたいんでしょうけども<ー>まあこれがね、まあ、偏差値42の中学校から偏差値70を超える高校に、まあ、3人もね男子が行くってことでまあ異常なんですけども、はい、まあそれが理解できないところ逆にねすごいですけどね。まあこれがねマクさんに関しても言われない物語とか、まあ、完全にまあ多くの国民を まに回しましまたけどもはい、はい、あれもね、眞子さんに対してはそこまで批判がなかったんだけども、眞、うん、子さんが複雑性 PTSD を公表したことで、ちょっとまあ、あれって感じになりましたからね。まあ本当だならね、公表自体は大事なことなんでしょうけど、複雑性 PTSD を公表したタイミングも微妙でしたし、なんかね、ほとんどの国民が初めて複雑性 PTSD っていう、あの言葉を。 なんかその時に聞いたんんと思うんですよね全然知らなかったしで調べてみたらねなんか本当に戦争とかを経験した人がなるやつとかひどいものなんでねそれに眞子、まあ、さんがなるような状況だったかと言われたらちょっと微妙ですもんねそうですねそれでまあ結婚する時にね両陛下に感謝の言葉がなかったわけですねはいはい私たちを最後までね応援してくれた人たちだけに感謝の言葉が伸びたって感じでうんまあこの大学に関してもね久しさまは2016年に始まった 学校推薦型選抜を利用したら、まあ、国民からの批判のね、さらに大きくなるでしょうね。宮、まあ、内庁関係者からもそもそも天皇に学歴は必要ないという声も上がっていてね、うん、これがいつね、久しぶりの進学先が明らかになるかですね。そうですねまあ、もうすぐ分かるとはいえね、とにかく国民から進学先を注目されてるわけですから、ね、これからも日々いろんな進学に関する記事が上がるでしょうね。 そうですね、まあ、この辺がね、阿久さんの誕生日会見の頃には、まあ、確定してそうですけども、その段階でどういった会見になるかですね。ははい、はい誕生日会見で、まあ、進学先について話すタイミングとしては、ちょうどいいかもしれないですね。まあ聞かれるでしょうね、質問とかにもね。そそうそうね、うん、ただ、まあ現段階で東大に行かないことが確定してたら、少なくともね東大は否定できるんでしょうけども、うん、まあ現段階では東大に目指していることは間違いないかなとて感じですね。ああ、そうなんですかねまあ本当はもう早めに否定しておいた方がいいたがんですけどね。 まあ否定しないということは確定してるのかもしれませんけどねあ、もう入学合格自体が確定してるとそうですねまあこれがねどうなりそうかよかったらコメントもらって嬉しいですねそうですねぜひコメントくださいあとチャンネル登録もお願いしますよろしくお願いします